はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2月9日日曜日ですね。さっき事務所に着きました。ちょっと寒いですね。後で暖房入れな8時29分ヤフーに配信された AFP ってフランスの通信社でしたっけ、の記事ですね。まるで昏睡状態、新型ウイルスで静止した巨大都市上海という記事がありまして、読んでいきますとね、上海が、街が、なんていうか、昏睡状態にあるという記事なんですけどね。中国、上海であえて外出する住民は滅多にいないが、外に出れば見慣れぬ光景、超現実的な平穏と静寂に迎えられる、そんな状況が1週間超続いている。ちょっと飛ばしていきますと、交通渋滞、と歩道の雑踏、職場に急ぐ会社員は消え去り、不気味なほど閑散とした道路とシャッターが降りたバーや商店が取って変わった。ごくまれに見かける歩行者といえば、いつも防護マスクをつけている、巨大都市を多数抱える中国でも最多の人口を誇る上海だが、定番の待ち合わせスポットは中性子爆弾でも落とされたかのようだ。人間だけ死ぬっていうのが中性子爆弾です。中国で一番の都市なんですね、上海。で、比較的ね、湖北省に近いです、上海って。比較的ね。中心部を流れる大湖、黄色い裏。ですね、裏側の裏、ハンプリバー、フアンプリバーっていうんですか、を挟んで対岸に近未来的な金融街を望む風光明媚なバンドエリアは、平時なら欧州風の歴史的建築物に認めれる人々で溢れている。昔行ったことありますけどね、なんか古い戦前の建物が建ってるところですね。でもあそこ今はもう中心ちゃうんでしょ。ちょっと飛ばしていきますね。しかし住民たちは大量のテキストメッセージやけたたましい行政無線を介して伝えられる不急不要の外出を避けるようにとの指示に概ね従っている。で、歩くときは大抵どちらかの端に大きく寄って対面から歩いてくる人々を避けている。中国政府は自宅で待機している人々に向けて、在宅運動のやり方や肺炎に似た症状での死を考えることから来るストレスを避ける方法などに関する助言を絶え間なく流し続けていると。政府が配布したあるチラシには、人民を不幸にするマスコミ報道への接触を減らし、不安と悩みも減らそうと明るく書かれている。人民を不幸にするマスコミ報道ってどんなんですかみたいな。一応あれでしょ、マスコミ報道も全部政府が管理してるんでしょ。そんな不幸にするようなマスコミ報道ってないんちゃいますの。もうようわからんわみたいな。しかし多くの人にはこの上ない退屈がのしかかっている。政府がストレス軽減方法についてソーシャルメディアに投稿すると、あるユーザーが、とにかくはっきり言えるのは、家の中にいるのはもううんざりだということとコメントした。新型コロナウイルス危機に陥った数日後、上海は晴天に恵まれ、同じところに閉じ込められて気が変になった大勢の市民が太陽に誘われて外に出た。すると政府はソーシャルメディアに、太陽の下に立っても殺菌にはならないと投稿した。笑うわ、ほんまに。これでおしまい。多分ね、上海がこういう様子であるということはね、他の大きな都市も同じような状態ではないかなと。つまり出歩くな、家にいろと。なんかね、いろんなニュースを見てますとね、一緒に飯を食うのが一番危険みたいな感じしますね。というのは、こうやって向かい合ってご飯食べるでしょ。飛んでるんですよ、見えへんでも、その、唾みたいなのが。で、それがね、本来ね、その、どう言いましょうね、口から口へ飛ぶっていうのは あんまりありえへん話であって、重量がありますからね、質量があるんで、落ちるんですよ。
で、相手方のご飯に食べてあるものに落ちるわけですよ。で、それを食べると感染するらしいですから、それが一番なんか効きそうな、だから一緒に飯食うなという話になってるわけですよね。それで、その辺飛んでるわけではなくて、やっぱり飛沫感染らしいんですね。だから飛沫感染したり、例えばすり皮とか握った手でこれを口に持ってったり鼻を持ってったり目を持ってったりするとそこから感染するということなんで、家帰ってきたらすぐに手洗いせえというのが一番効果的と。ちなみにマスクは根本的な防護にはならんと、まあ、と言いながらね、マスクしてるとね、なんと言いますか、触らへんでしょこれ手、鼻とか口とか、私もよくこうやって触りますけど、かいんで、それがなくなるんで、その点防護になるんちゃうかというふうには言われてはいますね。まあそれもいいんですけども、今日日曜日でしょ、9日、明日10日月曜日でしょ。で、日本は11日が建国記念日ですけど、そんな中国関係ないし、明日からね、本来は、明日まで休めっていうのは、今日まで休めっていうのは、本来の指令なんですね。明日からね、ほんで会社は皆さん行かはるんかなと。あるいは工場稼働するのかなと。で、昨日からニュース見てますとね、こう稼働する工場もあれば休み続ける工場もあって、なんか感じとしてはね、政府としては稼働させたくなさそうな、そんな感じしますね。で、今感染者数、発表される感染者数はなんか徐々に減りつつあるような、増加数が減りつつあるような感じがしています。ただ発表される数字は全てではないんでね、現実は分かりませんけどね。で、明日ね、もしね、正常通りバーって動くんであれば、多分また広がるんですよ。広がるんですよ。で、本来ならね、バーっとこう正常化させたい気持ちが強いと思うんですね。でないと経済死んでますからね。経済死ぬとね、いろいろ困ることがあるでしょ、当然。で、特にその外食のレストランなんかはもう死活問題やっていますもんね。これで約10日ぐらい閉めてるんでしょ、10日以上か、23日、24日、25日頃から閉めろっていう話ですよね。で、約10日以上閉めてるわけでしょ。またあと10日閉めろって言われたら、そんなほぼ1月近く閉めたことになるでしょ。そんだけ要は外食産業って、あれですやん。売り上げが立たへんわけでしょ。かなりの打撃になるんちゃうでしょうかね。だから、まあ、そのうちニュースで出てくるんでしょうけど、明日からも閉めろっていう指令が出たりするんちゃいますかね。まあ、その辺ね、実にこう注目されてるなと。で、多分ね、閉めずにね、明日からね、正常に動いたらほんまに広がりますよ、これ。保菌者、キャリアはですね、発症しなくても人にうつすって言いますからね。それで免疫の弱い人から発症していくみたいで、男性高齢者持病ありっていうのが一番危ないというふうに言われてます。俺かみたいな、持病ないで、持病は、でも副鼻腔炎、持病かな、でも副鼻腔炎の方がね、危なくなったっていうふうに聞いてないですけどね。でも副鼻腔炎って言ってももうなんていうか、ほぼほぼ症状はねなくなってるんですけどね。でも僕あれですね、逆流性食道炎ですかは持ってますんでね、これもね、病院行ってね、薬もうたらね収まるんですけどね、病院行くのめんどくさいやし、まあ行ってないんですけどね、まあだからね、めんどくさいっちゃめんどくさいですね。はい、ということでね、明日からまた2月の第2週ですね、実質的な第2週が始まって、中国の大きな都市あるいは大きな工場とかが稼働し始めるかもしれないけども、今のところですね、多分そんな、そこまでね、いかにね、勇猛果敢な共産党といえどもね、そこまでね、ブレイビーなね決意はね、決断はね、できひんのちゃうかなと思うんですよ。だから明日からもうしばらく死ぬんちゃうかな、死ぬって言い方変ですけど、しばらく稼働できひんのちゃうんかなと。まあでもね、株式市場とか空いてますからね、明日からまたどうなるのかという。で、合わせてね、中国経済に依存度が高い、韓国経済どうなるのかなと。で、なぜかね、日本はね、そんなにね、言いませんよね。ただ、
あれですね、この3月期の決算は多分前年比 5. 何%減という予想が出てますよね。まあ、日本も確実に不景気になっていることは確かにあると。で、これがまた中国のこの感染の広がりがマイナスの材料をいっぱい入れてくれているというのも確実ではないかなと思いながら、明日からどうなるのかというニュースを待ちたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。